今日は全日空鹿児島行き、本当はいつもだったらねサンライズとかそういったやつで行きたいんですけれど、ちょっともう忙しすぎて飛行機を使わなければ行くことができません。時間本当に足りなくなっています。おお、なんだ向こう人がいっぱい出てんな。みんなあれは見物客なのか珍しい飛行機でも来るんですかね。なんかカメラを抱えている人が多いような気がします。鹿児島行きの飛行機はボーイング767型中型飛行機に分類されて、2列プラス3列プラス2列3列プラス4列プラス3列のボーイング777型に比べると、まあ、ちょっと確かに小さく感じますけれど、しかしこの2人掛けの席っていうのがねなかなか収まりが良くて好きです。今回私が指定した席は41番の K 席、進行方向右側の窓側です。見ていただくと分かる通りこのようにほとんど乗っていません。ちなみに私の前の席も、一番左 A 席から一番右の K 席まで並んでいるわけですが、 A 席に1人座っているだけで私の前にも誰もいません。もうこんな状態です。なんでこんなに空いてるんだと思うんですけどね、なんか飛行機の機材繰りで変更があったのかな。予約をするときからあまりにも空いていて、プレミアムクラスも空いているようだったんですが、これ下手にプレミアムとか乗るよりもこの普通席を広く使った方が快適だなと思って、今回はそういったものを使うのはやめたのでした。これは結果的に功を奏しました。私ね本当は20分前の JAL を最初予約したんですけど、手数料自腹で切って、あ、ちなみに今回はあの仕事でして、あのこの航空券は私が支払っているわけではないんですけれど、自腹切って JAL は一旦取り消して同じ値段の全日空を予約しました。なぜかっていうと、あの JAL はボーイング737だったんですね。3人掛けプラス3人掛けの小型飛行機、3人掛けでもう真ん中あたりまで人がこう埋まってきたりとかするとですね、もう圧迫感がすごくて嫌なんですよね、あの飛行機はね。だからもうちょっとやっぱりなるべく広い767を使うという全日空便に乗り換えることにしたわけです。いや本当にこれまでいっぱい飛行機に乗ったことありますけど、こんなにガラガラだったことってないですよ。ハワイアン航空でハワイ行った時にエアバス330型だったかな、真ん中のところ4列掛けでね、そこ全部ゴロッと横になって眠れたのは良かったし、沖縄に行った時もまたボーイング777型で真ん中4列全部空いたからゴロッと横になって寝ましたが、ここまで横一列ストレートで空いてるのがいっぱいある、こういう乗り方は本当に初めて、珍しい経験だと思います。というかね、もうなんか登場の時点でなんか人が少なすぎてボーイング737でもガラガラになるんじゃないかなというレベルだったんですよ。前方の方は混んでいてプレミアムクラスも満席でした。しかし後方はこのようなガラガラ具合です。そういうわけで今日は割と好き勝手にベラベラ喋らせてもらおうと思ってるんですけど、ゴーンさんみたいな人が乗ってそうな飛行機だな。あれは普通の飛行機ではなくプライベートジェットのように見えますが、どうでしょうか。また裏を動いているあの飛行機は何かな。これはパラリンピックだな。東京2020パラリンピック仕様のボーイング777です。今までこんな場所から離陸したことなかったら初めて使う滑走路だな。これが B 滑走路かな、ちょっとわかんないんですけど、いろんな国際線の飛行機も止まってるそう。今日はね離陸まで大幅に待たされまして、出発も遅れていたもんですから結構なもうすでに遅れになっています。こんな向きから離陸することがあるんだ、初めての経験です。正直羽田空港を使いすぎて飽きてたんですけど、景色が楽しみだな。やっぱり今日はよく晴れてますんでね、飛行機の楽しみといえばもう空からの景色、毎度毎度言っていますが、窓側と通路側では空の旅の楽しさはもうまるで違います。おー立派だ。向こうに見えるのは京浜工業地帯、今飛行機は南側に向かって飛び立ったんですかね、多分川崎市でしょう。こっちは立派に煙を上げている煙突が至る所に見られます。なんかここだけ水の色が違うところがあるな。これは何ですかね。これなんか工場用に使っている何かを貯めておくところなのかな。今日の東京湾の色はちょっと赤みがかっているようですが、赤潮が出てるんですかね。皇居ってのはちょっと怖いような気もしますけど、お、見える見える、富士山だ。JAL の富士山どっちという、機能があるんですけれど、進行方向の右側と左側どちらに富士山が見えるのか確認する、ネットのマップサイトでですね、多分全日空も鹿児島行きは同じように飛ぶだろうと思ったので進行方向右側を予約しておきました。早速見え始めています。いやいいね、これが東京の景色ですよ。立派な大きな街です。羽田空港はとりあえず着陸するときはね右側に座っておいた方が、多分右側に東京都心のビル群を眺められるんでいいと思うんですが、
飛び立つ時も右側の方が景色がいいのかな。もちろん飛ぶ滑走路の向きによると思うんですけどね。また八丈島から前に帰ってきた時は横浜の港未来を上から見下ろすことができて、それもそれで良かったですね。あれが都心の超高層ビル群、いや都心ではないな、ちょっと私もこれを見る限りではどこだかわからないんですが、おそらくは、神奈川県だと思うんですよね。都心はもう右側かな。どこかに都心があるでしょうか。あ、きっとあの辺が東京の中心部、あれは皇居でしょうかね。六本木ヒルズのようなものも見えます。飛行機に乗るときはこういう遠くを見渡せるビデオカメラを持参するに限ります。新宿はどっかこの辺かな、全然わからない。もしかしたら私のここで喋っていることは全部間違いかもしれません。もう東京の景色は離れてしまいましたが、真下に見える東京湾も大変立派です。もう横浜が見えるな。港未来ランドマークタワーはこれか。いつもだいたいあの辺で最近は生活をしています。横浜国立大学もこれ多分国大だと思うんですよね。横浜国立大学周辺もこのように見えます。新横浜もどこかにあるはずなんだけど、ちょっと見当たらないな。あれ国大じゃなかったのかな。どっかこの辺がそうだと思うんですけどね。でともかく横浜みなとみらい21宿はこれです。インターコンチネンタルホテル、パシュフィコ横浜、あの大観覧車、赤レンガ倉庫、汽車道、ぐるっと斜めに右上からうねるようにして伸びているのが汽車道で、昔横浜港の貨物鉄道をあそこで運行していました山下公園が見えます。これはかつて日本郵船の船として使われていた氷川丸。この辺が元町中華街です。飛行機の旅って楽しいね。やっぱり景色の案内をすれば視聴者の皆さんにも楽しくこの楽しみいただけるのかなといつも思っています。あ、ここが八景島だ。水族館八景島シーパラダイスではイルカやシロイルカなどが人気で、うちの動画にたびたび登場するピーちゃんもここで買ったものです。遊園地もあってジェットコースターが動いています。ちょっと動いているジェットコースターまで確認することはできませんけどね。なんか今日の滑走路めちゃくちゃ楽しいところじゃないですか。この辺までまだ神奈川県横浜市です。こっちに伸びているこの線路は多分横須賀線の逗子駅、いや京急久里浜かな。京急線っぽい車両基地も見えます。京急線らしい電車も走っています。うん、これは京急線だな。横須賀線かな、あまり自信がありませんが、ともかくこれはでも赤く見えるので多分京急でしょう。長さが 1,2,3,5,6 両かな。横須賀線はもうちょっと長い編成で走りますからね。三浦半島をこのようにぐねぐねと通り抜け南端岬口へ向かいます。いや面白いねこの景色。なんだこれ、こんな景色今まで少なくとも私は初めて見たんですが、あ、こちらは鎌倉だ、すごいね。どうもあれは鎌倉車両センターのようですね。成田エクスプレスが止まっているのが見えます。大船駅はどこか、この辺り多分ここが大船だと思われます。いつも飛行機の旅はこうやって空から下を眺めればあっという間に過ぎるのですが、今日はよく晴れていたので朝起きた時から本日のフライトを大変楽しみにしていたのです。ここに見えているこちらは江ノ島です。この橋を渡って小田急電鉄笠瀬江ノ島駅がここにあり、線路が伸びているのもお分かりいただけます。鵠沼海岸とかね、有名な海岸地区はこの辺りでしょうか。いや本当によく見えるな、楽しい。プレミアムクラスだとかファーストクラスだとかそういうのはどうでもよくなります。空の上からある程度の高さで見える景色こそが飛行機の一番の楽しみです。これ大磯ロングビーチだ。思ったより遠かったな。見てパッとわかります。大磯プリンスホテルの目の前にあるプール施設みたいなもので、この辺りがいわゆる西湘と呼ばれる地区です。神奈川県の西部、飛行機であれば飛び越すのはあっという間のようにも思われますが、空の上から見ると意外とまだまだ遠いんだな、よくはっきり感じられます。もう少し進んでこの辺がおそらくは平塚、そしてもう幾分か行けば小田原です。小田原はお城などがありますが、さすがにこれぐらい高度が上がってくるとだんだん見えなくなるでしょうか。でもなんか街がねいろいろと忙しい感じになってきて、
さっきまでのところとは随分雰囲気が違うような気がしますね。あ、これだ。東海道新幹線とかで、ね、JR であの鉄橋を渡りますけれど、この鉄橋を渡ると小田原駅があるんですよね。どっかこの辺に小田原の駅、多分これが小田原駅だろうな。画面の真ん中わかりますか？2つ並ぶ新幹線ホームと手前の在来線、この辺に小田原のお城もあるはずなんですが、ちょっと見ても分かりませんが、多分これが小田原城の天守周辺ではないでしょうかね。この先東海道線はだんだん山の中に入ってきて、こんな感じ、急に今までと雰囲気を変えるんですよね。乗ったり写真を撮ったり景色を見たり、いろいろ面白い区間です。もうほどなくして熱海です。ここに見えるのは箱根芦ノ湖。小田原から箱根登山電車、バスなどに乗り換え頑張って到達すると、ここには遊覧船が今横たわっています。大涌谷とかその辺もどこか見えるはずですけどね。どこかな、これがそうか。お、大涌谷も見える。こんなお得なことがあるでしょうか。鹿児島まで飛行機に乗っていくだけで湘南の海を眺めることもできるし、神奈川の工場地帯を見学することもできるし、箱根芦ノ湖大涌谷もタダで見られます。東京の都心の展望台から景色を眺めるのもまた同じような感じです。お、ちょうど見えた見えた。富士の高根もまだ雪をわずかに備えています。富士山頂には誰か人がいないかなと思ったんですが、山頂に何らかの建物が建っているのは確認できますが、さすがに人がいるかどうかまでは見ることができません。この辺りになるとだんだん雲が増えてきて、なんかちょっとね、いまいちな眺めのような気もしますが、これは頭を雲の上に出しているというだけでして、富士山の裾野は大変広いんですね。画面いっぱい全部これ富士山です。わかりますか。この辺も富士山の溶岩の流れの跡が線になって残っていますよね。これ全部が富士山、大きな山なんですね。山梨県側は曇っていてわかりませんが、今日静岡県側は大変よく見えます。東名高速道路、左右にぐねぐねうねっている、手前側がこっちが東名高速、そして奥を割とまっすぐ貫くのが新東名高速道路で合っていると思います。おそらくですが、ちょっと道路についてはあまり詳しくありませんので、間違っていたらお詫びします。東海道新幹線も見えます。走ってる走ってる走ってる、わかるかな。16両編成の今 N700系が結構ゆっくり走っているように飛行機からでは見えますが、おそらくはあれでも全力の285キロ近辺でやっているんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。新幹線に追い抜く経験なんて生まれて初めてです。向こうもでもなかなか頑張っています。飛行機と新幹線の並走バトルです。これ面白い動画だと思うんですよね。これもうそろそろ多分新幹線が通過しようとしている駅は三島ではないかな。熱海はもう過ぎてしまいました。これが三島です。あった、三島駅だな、これは間違いない。三島を通過するのぞみ号だと思いますが、その姿もぜひ見ていただきたいと思います。ちょっとボケてしまっていますが、のぞみ号は今三島を通過しました。富士山はもうあんなに後ろに行ってしまいました。本当に飛行機はあっという間です。羽田空港を離陸するまで実は30分ほど待たされていたんですが、羽田を出てから本当に一瞬。飛行機は鹿児島空港にもともと20分遅れ、2時10分頃到着をする予定だったらしいんですが、しかし機長が頑張ってなるべく向かい風の少ないところ、なるべく短い距離で飛んでいますというような今ですね、案内がなされているところで、鹿児島空港まで時間を13分短縮し、大急ぎで今向かっているようです。今もちょっとトイレに立ったところだったんですけど、このね、中の様子を見ると多分搭乗率 20% とかそれぐらいなんじゃないかな。なんでこんな少ないのってぐらい減ってるんですよね。でこれであれですよね、横一列人が誰もいなければゼロですけれど、まあ、各列に1人ずつだけ座っているとすると、それで搭乗率が 13% ぐらいでしょ。 30% ぐらいはいってんのかな。前方の席の方はまあまあ混んでるって言ったってね、混んでるには入らないような乗り方でしょうけれど、窓側が全部埋まるぐらいのことにはなってるみたいですから、もうちょっとマシなんでしょうが。いやしかし空いてるってのはいいですね。これがね、
ボーイング777だったら真ん中のところゴロッと寝ていくんですが、まあ、767なんでね、残念ながらこう寝るというほどの場所ではありませんけど、でも真ん中のところを上げてね、まあ、ゴロッと足を伸ばして横向きに腰掛けているような人もいます。座りながらでもシートベルトをちゃんとしていれば、まあ、別にそれで問題ないそうです。ここは特に後ろもいませんのでね、リクライニングをバタンと倒し、周りの人たちを見るとみんな後ろに人がいないもんだからリクライニングを倒して好き勝手やっているようです。結局残念ながら天気が良かったのは東京周辺だけでしたね。もう熊本までね、熊本じゃ鹿児島か、鹿児島までもうずっとこんな感じでした。だんだんと高さを落として、そろそろ下の景色が見えるのかなと思うんですが、まだ見えません。残念ですけど近郊はもう桜島も何も期待できませんね。もうかなり高度は低くなっているんですが、まだ下が見えません。さっき一瞬だけちらっと見えたんですけどね。今日の熊本はよほど天気が悪いようです。いや違う、鹿児島だ。天気が悪いだけじゃなくて、なんだかめちゃくちゃに揺れ出したな。いつもとは違ってもう不安不安と上下左右に揺さぶられる感じがしますが、今ちょうど雲のあたりを抜けてそれも落ち着いたかな。ちょっと怖かったですけどね。落ちることはないというのは分かってますが、絶対に落っこちることはないと分かっていてもジェットコースターには乗れたくないでしょう。それと同じです。ちょっと一瞬ですけれども海も見えます。見つけた鉄道、これはそうですね、おそらくかつての鹿児島本線、今の必殺オレンジ鉄道だと思うんですが、列車はもう何時間に1本ですからそう簡単には通りませんけれど、後であれがどの区間だったのか確認してみたいですね。いやふわふわしてちょっと怖いな。本当にふわふわするよ。翼が何やら雲を切っているのが見えます。ここで飛行機雲みたいなのを作ってるのかな。うわなんか山にぶつかりそうなんですけど、多分大丈夫なんでしょうね。怖いな、この景色は。こんなにスレスレまで行くけどもう大丈夫そうですね。お茶畑も見えたので鹿児島空港です。チラン茶、特攻隊の出撃していった基地として知られるチラン、その周辺など鹿児島県のこの辺りではお茶の生産が盛んです。そうだ思い出した、必殺オレンジ鉄道じゃない、そうそう、カレー川の近くにあるんですよね、鹿児島空港って。そうだ思い出した、前に行った時に近くにあるなって見たじゃないですかね。だから多分どこかハヤトとかその辺を通過したんだろうな。海はこの辺でしょう。近郊湾をギリギリこうかすめるような形でおそらく南側から降りて着陸したのだと思われます。これから私が向かいますのは薩摩仙台市、仙台から必殺オレンジ鉄道に乗って八代、そこから熊本へ向かいます。仙台から八代までの間2時間40分もかかることになっています。私が最後のお客さんなんですけど、本当に全然乗ってないからね、もう降りるまで、多分全員降りるまで3分ぐらいだな、これ全部済んじゃった。いやしかし本当になんであんなに乗ってなかったんですかね。九州でも結構重要な町だと思うんですけど鹿児島は、まあ、乗ってなくて私としては快適でいいことでしたが、もしかしたら次に乗るときには JAL と同じボーイング737とかそういうやつに変更になっているかもしれないですね。もしくは今日だけ何かの都合で中型の飛行機に変更だったんでしょうか。だとしたらラッキーでした。こんな感じでご視聴ありがとうございます。なんかちっちゃいやつでどっか飛んでいったな。奄美大島か何回飛んでいくんでしょうねきっと。鹿児島空港はこんな足湯があるんですね。なんと源泉かけ流し、素晴らしい、いい匂いがしてきますよ。いや前にも鹿児島空港って利用したことあるけど、こんないい足湯があるとは知らなかった。普通に温泉施設も営業してもらいたいぐらいですけど、そういう需要はないのかな。バスがあと3分で出ます。乗り換えなければいけません。入ることはできません。残念です。